ユニテンホールディングス株式会社は、東京都中央区に本社を置く無線通信、応用機器メーカーで、北米市場では、スキャナーラジオ、UCB 無線、ビジネスフォンを、オセアニア市場では、ドライブレコーダーや UCB 無線機器を、またその他のデジタル家電機器としては、車載用モニターや、車載用チューナー、海外向け ETC を取り扱っていた。百六十六年二月七日に、 千葉県市川市で CB 無線機を製造販売するユニ電子産業として創業。日本で開発、アジアで製造、米国で販売するというビジネスモデルで、またコードレスフォンの商品開発に他社に先駆けて成功することで成長を遂げた。かつて主力製品であったコードレスフォンは北米、オーストラリアを中心に販売を展開していた。 2019年3月期においては、電気機器事業は、最盛期の15%程度まで売上を縮小する。一方で、売上高の4割を不動産事業が占めている。2012年、新卒採用において、当初一部上場のメーカーとしては珍しく大手、新卒就職サイト利用を廃止して Facebook のみを利用したソーシャルリクルーティングを行っていることで、 注目を集めたで放送された。同志退職とともに Facebook サイトは閉鎖。Facebook 上の採用サイトで、同志はリアルコミュニケーションリクルーティングを行っているのであって、同社が行っているのは、いわゆるソーシャル採用ではありません。としている。これは Facebook を新卒採用に利用する多くの会社が Facebook を広告媒体として使っていることに起因する誤解であり、 むしろ同社が行っているように Facebook 上では広告的な要素を廃して学生とコミュニケーションを取ることをメインに行うのは厳密な意味でのソーシャルリクルーティングである。同年2月22日の日本経済新聞ウェブ版では履歴書の写真採用に影響するという特集の中で朝日ビール、東京ガス、富士フィルム等の大手企業が履歴書の顔写真は 先行に影響しないという常識的なコメントを並べる中、同志はバッターボックスに向かう時の一郎のような顔がいい、風呂上がりのような顔ではダメ、写真からにじみ出る気質を見ている等、独自の見解を述べ、一郎割の闘争心を求めるユニデンとして紹介されている。元従業員との間で雇用条件通知書に記載された退職金の支払いと同社の言った 給与減額の有効性について争われ、いずれについても、同社の主張が退けられて敗訴した事案である。元従業員である原告が提出した同社の雇用条件通知書には、代表者名を記名の上で総務部長員が応印されていた。同社は、代表者名に応印するのは、代表員であって総務部長員を応印することは、ありえない、総務部長には採用の権限がなく本来、 雇用条件通知書に応印する会社としての正式な印鑑は角印であるとして本件雇用条件通知書の有効性についての2段の推定が成立しないと争った。しかし実際には同社の社会保険手続き等の書類において代表者名に総務部長員を応印している例が多数あり、また同社が他の従業員に対して発行した。 雇用条件通知書についても総務部長委員が応印されている例が複数あることが判明し、同社の主張は退りけられた。同社の賃金規定では、賃金の減額について、担当職務の見直しに合わせ、給与の見直しを行う場合がある。見直し幅は、都度決定すると定めており、この規定に基づいて、毎年全社員の給与をゼロベースで見直すという社内制度の下で、 従業員の給与を減額した東京地裁は、使用者が個々の労働者の同意を得ることなく賃金減額を実施した場合において、当該減額が就業規則上の賃金減額規定に基づくものと主張する場合、賃金請求権が労働者にとって最も重要な労働契約上の権利であることに、鑑みれば当該賃金減額規定が 減額自由、減額方法、減額幅等の点において、基準としての一定の明確性を有するものでなければ、そもそも個別の賃金減額の根拠たり得ないものと、解するのが相当である。と、賃金減額の根拠となる、規定の基準を示した上で、当該規定では、減額方法、減額幅等の基準が示されているということはできない。とし、 本件規定に基づいて同社が行った賃金減額は無効であると判事した。二段の推定について争われた珍しい判例で、あるとともに賃金減額の根拠規定に求められる要件を判事した点で画期的であると言える。ありがとうございます。